どうもゲーマーの皆さん、こんにちは。キンモゲーミングです。今回皆さんに紹介するゲームは今海外で話題のザ・ファルコニアです。この作品は Xbox シリーズ XS 向けにオプティマイズされたエクスクルーシブゲームの一つで、ゲームパスからダウンロードしてプレイできます。今回はこの作品の魅力と Xbox シリーズ X での動作性能を実際のプレイ動画を交えて見ていきたいと思います。このチャンネルでは Xbox シリーズ X でのプレイ動画を中心に、海外版 Xbox ゲームパスに入っている気になるゲームや海外で人気のある Xbox のゲームなんかを今後もたくさん紹介していきますので、気になった方はよかったらチャンネル登録お願いします。まずはストーリーについて簡単に話していきたいと思います。このゲームではムービーシーンなどはなくて、ナレーション形式でストーリーが語られる仕様になっています。ファルコニアとはファルコン使いの物語で、この世界ではファルコン使いは死者や保護者といった存在で、思い出や魂を運ぶものであったが、戦争によって現在ではその起源を失ってしまったといった説明が冒頭にあり、プレイヤーは一人の歩兵となってゲームを進めていくところから、制作者が作り込んだ神話のようなストーリーが伺えます。制作者はトマス・サラという個人が作ったゲームとして注目を集めていますが、シー・オブ・ティーブスのような豪華なグラフィックでプレイヤーを魅了する飛行シューティングアクションゲームで、プレイヤーは鳥のファルコンにまたがって自由に空を飛び回れるオープンワールドタイプのゲームです。また日本語にも対応しているので、誰でも気軽に遊ぶことができます。トマス・サラは2001年に共同設立したスタジオであるリトルチキンゲームカンパニーのパートタイムクリエイティブディレクターで、17年間さまざまな役割を果たし、多くのクライアントのためにリトルチキンのチームが卓越性を達成するのを支援することに注力しています。非常に独創的なゲームを作る彼の時間の大部分は、独立したソロ開発ゲームアーティストとしてこのファルコニアやオベロンズコートなどのゲームに取り組んでいます。ゲームのクオリティも非常に高く、次世代機の Xbox シリーズ X では安定した 4K60fps でのプレイの他に、最大 120fps に対応していて、激しいバトルシーンなんかでも動きが非常に滑らかで、次世代機のゲームとしてプレイしてみる価値は十分にあると思います。現時点ではあまりやり込み要素を求める人向けではないと思いますが、制作者によるとアップデートを予定しているとのことなので、そのあたりは今後に期待できるのではないでしょうか。誰もが一度は夢に見た大きな鳥にまたがって飛び回れるというのは、ある意味素敵なゲームの発想だと思います。操作も簡単で誰でも気軽に遊べるといったところもこのゲームの魅力の一つですね。個人で作ったゲームのクオリティは完全に超えているゲームだと思います。そしてゲーム自体の世界観は非常にいい感じにまとめられていると思います。マップのほとんどが海に覆われていて、決して綺麗な街並みがあったり美しい島の景色が広がっているわけではなく、暗めの雰囲気で戦場真っ只中といった殺伐とした世界ではあるのですが、それでいてファンタジー要素の強いグラフィック表現がうまくマッチしている独特の魅力ある世界観になっていると思います。内容としては、配達ミッションをこなして稼いだお金で新しい武器を購入したり、ファルコンをレベルアップしていく感じです。ただそこまで武器の種類が豊富だったりというわけではないので、ほんの気持ち程度の変化なので、あくまでも飛行や戦闘を楽しむゲームだと思ってプレイした方が楽しいと思います。もちろんオープンワールドのゲームなので、サイドミッションをしたりマップ内を探索していくのも一つの楽しみ方だと思います。キャラクターはカスタマイズできるわけではなく、数多くいる既存のキャラクターから気に入る見た目のキャラクターを選ぶといった感じです。ただキャラクターに関してはプレイしていてもほとんど見えないので、それほどこのゲームでは重要ではないようです。基本的には通常撃ちとミサイルがあって、あとはファルコンが掴み上げた爆弾を落としての攻撃もできます。それでは実際にプレイ映像を見ていきたいと思います。Be safe on your journey!
controls. それではまとめに入ります。今回紹介した作品に関しては個人が作ったゲームとは思えないぐらいすごくクオリティの高い仕上がりで、次世代機のゲームとして Xbox シリーズ XS 向けに制作されているのもポイントの高いところだと思います。ただプレイヤーとしてはもう少しやり込み要素があったり、武器の強化やカスタマイズに付加価値がつくようであればもっといいなと思ってしまいます。ただこれは今のゲーム内でクラーケンを出現させたり、ファルコンの他にドラゴンを操作できるようにしたりと、制作者がいろいろとアップデートを今後も予定しているみたいなので、今後の進化にも期待できるところではないでしょうか。今回のように Xbox には他にもたくさんのインディーズゲームなんかもあるので、思わずハマってしまうゲームが見つかることもあると思うと楽しいですね。改めていろいろなゲームを試してみたくなります。そして才能がありながら無名のゲームクリエイターたちもこうして Xbox を通して人気クリエイターになるきっかけを得ることができるのも、クリエイターとプレイヤーをつなぐ Xbox の魅力の一つではないでしょうか。それでは今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。いかがでしたか。今回の動画面白いと思った方はぜひ LIKE ボタンと、よかったらチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。